ジョセフ・リロン・ガンケルは、アメリカ合衆国フロリダ州、パームビーチ郡、ボイントンビーチ出身のプロ野球選手。阪神タイガース所属。愛称は、ガンク、ガンケル先生。トリプル A 級ニューオーリンズ時代2013年の MLB ドラフト18順目で、ボストンレトソックスから指名され、2013年から2019年は、大リーグのマイナーにところ属し、7年間で、 1> 計1 5球団を渡り歩いた。マイナーリーグの安い給料を補うために、オフシーズンにはニュージャージー州の高校で臨時教員をするなどして過ごした。2019年12月15日、NPB の阪神タイガースと1年契約で合意したことが発表された。推定年俸は50万ドル。背番号は49。2020年、開幕ローテーションに名前を連ねるも、 6月24日の対東京ヤクルトスワローズ戦でシーズン初、先発すると4回3失点で敗戦投手となり、試合後に2軍降格が決まった。2軍降格と同時にリリーフへ転向し、1軍最小格後は中継ぎとして11ホールドを記録したほか、シーズン終盤は再び先発としても起用された。最終的に28試合に登板して、防御率3.18。 2勝4敗を記録した。シーズン終了後、球団から1年契約で残留することが発表された。2021年も先発として開幕ローテーションに入り、開幕カード3試合目となる3月28日のタイヤクルト戦で先発として初勝利を挙げる。これを皮切りに安定した投球を続け、6月24日の対中日ドラゴンズ戦まで無傷の6連勝を、 達成する。7月14日の対横浜 DNA ベイスターズ戦で敗戦投手となったことで連勝は止まったものの、ジーン・バッキーの9連勝、トレイムーアの7連勝に次ぐ、球団外国人、単独3位の開幕連勝記録を築いた。9月26日の対読売ジャイアンツ戦で6回を、1失点と高投手勝ち投手となったことで、所属球団を除くセリーグ前後球団から勝利を、 上げたこととなった。1 9 6トルの高身長とサイドスローから最速時速1 5 1トルのツーシームに加え、スライダー、スプリット、シンカーなどを投げ分ける。ゴロを打たせる投球スタイルが持ち味のグラウンドボールピッチャーでマイナー通算では予し球率1.5という数字を誇る抜群の制球力が武器。来日1年目には、 対右打者の左率が219に対して対左打者では290と左打者を苦手とする傾向を見せていたが2年目には大きく改善を見せ左右同程度の左率となっている。ありがとうございます。